オーサ・レグネールは、スウェーデンの政治家で、2014年10月3日から2018年3月7日まで、ステファン・ロベーン政権下で、子供、高齢者、男女平等担当大臣を務め、2018年より、UN ウィメン事務局次長を務める。レグネールは、リン・シェーピングとムータラで育ち、成人すると母親の旧姓を採用した。 1984年から1985年までドイツのエアランゲンにあるフリードリヒー・アレクサンダー大学で政治学、社会学、ドイツ文学を学んだ。彼女はまたストックホルム大学で学び、1990年代初頭にスペイン語、ドイツ語、美術史の哲学の学士号を取得し卒業した。2011年にはウップサラ大学で 民主主義開発の修士号を取得した。彼女はスウェーデン国際開発協力庁で短期間、働き、国連機関 UN ウィメンのボリビアで2013年から2014年までの国別担当マネージャーを務めた。2014年10月3日、レグネルは第一期ステファン・ロベーン政権において、子供、高齢者、男女共同参画大臣に任命された。 2018年3月7日、大臣の辞任を発表し、国連本部に UN ウィメンの次長を務めることになった。レナ・ハレングレンが2018年3月8日に大臣の職を引き継いだ。ありがとうございます。